はい、皆さんこんにちは、鳥居です。今日私ですね、スミニャックの方に来てるんですけど、もうね、バリ好きな方はよくご存知だと思うんですけど、バリ島って結構ホテルの料金が安いんですよね。有名なホテルの、グループ、そういうところでも他の地区とか、国に比べて、どのくらいですかね、1割2割は安く泊まれるのがちょっとバリ島の魅力なんですね。高級ホテルも安いんですけど、もちろん普通のバゼットホテルっていうところも非常に安いんです。でさらにですね、こんな値段でいいんですかみたいなホテルもたまにあるんですよ。でそういうところってね、大体何かしら、マイナスポイントあるんですね。よくあるのがアクセス、場所が悪いと。ちょっと観光地の真ん中から外れてる、あるいはそういう観光地から行くにはタクシーとか使わなきゃいけないよっていう、そういう離れた場所にある、それから周りには何もなくてコンビニもない、そういうところにあるホテルってすごいリーズナブル、安く泊まれるんですね。で今回ご紹介するホテルがまさしくそういうホテルなんです。で今回、ご紹介するホテル、ザ・スタジオってホテルなんです。でもう私、部屋の前まで来ちゃってるんです。っていうのは今時間が8時過ぎでね、周り何にもないんで結構外暗いんですよ。それで一応、またホテルの入り口とかこの周りのお庭とかは明日明るくなってからもう一回撮影しようと思うんですけど、とりあえず先にお部屋の方を紹介したいと思います。今回泊まるのはこちら206号室っていうお部屋になります。でこのホテルですね、普通のホテル棟ってますかね、3階建て、2階建てかな3階建てかなの建物と、あとこうやって一部屋一部屋全部一棟一棟別々になってる、ヴィラってこちら言ってるんですよね。そういう建物があります。で料金比べたら、そのホテルのお部屋とこちらのヴィラとそんなに変わらなかったんで、じゃあもうこの際ヴィラに泊まっちまおうということで、今回はこちらのヴィラに宿泊することにしました。でまずお部屋の方、それでね、こうやってちょっとすごい雰囲気のある、ずっとこういう通路を、通路ってますかね、お庭ってますかをずっと歩いてこちらのお部屋に来ます。ここが206号室です。でもう先に荷物入れちゃってるんですけどね。でこちらにもね、入り口もすぐこうやってテラスみたいなのがありましてね、ここでまあタバコとかはね外で吸ってくださいっていう感じでしたね。でお部屋に入ります。でこうやって網戸があるんですよ。今日はねもう暑いんでクーラー効かしてるんですけど、寒気で涼しい時はこの網戸だけでいいかと思います。はい、まずこちらのお部屋ですけど、はい、こんな感じです。前景こんな感じですね。ねえ、これね結構広いでしょ。ここまずね、こうやってベッド、ダブルベッドがあります。でちょっとねやっぱ作り古いっぽくて、枕元にコンセントはあるにはあるんですけど、電気スタンド使っちゃってるんでね、まあそれは抜けばいいかなという感じです。でこちらのベッドルームの他にもこうやってリビングがあります。ダーン、ちょっと僕の荷物置いちゃってあるんですけど、こちらリビングです。そしてリビングの奥にはキッチンがあります。もうスイーツってやつですね。こちらもガスがあって、でここにですね一応砂糖とかコーヒーとかが全部用意されてます。それからもちろんお水出ますよ。あれ、はい、あれだ、よかったね。こうやってお水がちゃんと出ますんでね。でちゃんと食器洗いもあります。これでこちら開けてみますと、こうやってねちょっとした、スプーンとかナイフ、包丁もありますね。でこの下が食器類ですね。グラス、カップ、あとはお皿とかお茶碗とかあります。でこの下はね、まあ、フライパンぐらいしかないんですよね。でここは開けるとゴミ箱しかないと。でこの隣が冷蔵庫になってます。冷蔵庫の方は何も入ってなかったです。今ちょっとお水とかジュース入ってるんですけど、これは僕がさっきコンビニで買ってきました。であとこうやって電気ポットと、こんだけ揃ってるんでね。ですんでね、本格的な料理をするのはちょっと大変だと思うんですけど、どっかで買ってきたものを温め直すとか、簡単に本当に目玉焼きだけ焼こうかとか、そういうことは十分できると思います。それでさらにですね、こちら外にもテラスがまた別にあるんですよ。こうやってまあ隣の部屋のテラスと覗けちゃうんですけどね、こうやってテラスになります。あお、おお、びっくりした。でこちらにねリビング、ソファーがあります。でテレビ、これまだちょっとつけてないんですけど、後でねまたどんなチャンネルが入るか確認しようと思います。このテレビなんですけど、最初ね僕見た時ね、これじゃあなんか見づらいなと思ったら、すごいんですよ。ちゃんとこうやってアームがついて、ほらこうやればソファーからも見れますしね。
さらにこうやればね、ベッドで寝ながらテレビも見れると。素晴らしい、こんなとこまでついてるんですね。ではお風呂の方を見ていこうと思います。こちらが洗面所ですか。洗面所の奥にこうやってクローゼットがあります。はい、で、はい、電子式のキーが、え、金庫がございます。で、こちらが洗面所になります。で、アメニティですけど、お水が2本とこちら、シャワージェルとシャンプーになっております。で、あとはこちらが、シャワーキャップ、サニタリーバッグ、綿棒ということで、歯磨きはないようですね。はい、あとティッシュペーパーと、何もないですね。で、こちらがおトイレとなってます。で、こちらがシャワーなんですけど、こうやってハンドシャワーになってます。でね、ちょっとね、ここ面白いのはこうやってね、なんかバスタブ見たくなってるんで、ひょっとしたらこれお湯ためてお風呂にできるかもしれないですね。よいしょよいしょ。じゃあちょっと水圧を、あ、そんなに強くはないようです。そんなに、うん、水圧はね、そんなに強くないみたいですね。で、お湯は、あ、温かくなってきた。お湯はちゃんと出てますね。はい、よいしょ。はい、で、タオルがついてると。だ、アメニティは本当これだけなんでね、シャンプーとか石鹸とかね、この小さいボトルしかありませんので、自分で持ってきたりコンビニで買ってくる方がいいですね。で、歯磨き、歯ブラシはありませんので ご注意ください。このお部屋なんですけど、広さ、ホームページで調べたら広さが50平米あるそうなんですね。50平米、これはね、結構広いですよね。で、問題のお値段、こちらのお値段ですけど、なんとびっくりするがかれ、2400円なんです。一泊ですよ、一泊2400円なんです。ただ朝ごはんはついてないそうなんです。朝ごはんは自分で調達してくださいということなんでね。それでも2400円でこの広い部屋に一泊できるなんてね、本当びっくりしちゃいますね。だから、長期滞在とかね、するにはすごいいいかと思います。で、あと場所なんですけど、ジャランクンチっていうスミニャックの通りなんですが、それがね、ジャランクンチっていうとスミニャックの中の方に、もう繁華街の近くかなと思うんですが、そうじゃなくて、サンセットロードより東側になっちゃうんですね。ですので、ちょっと繁華街に行くには本当にタクシーを使わなきゃいけないところです。で、そのジャランクンチからまた細い路地を入っていった突き当たりで、さっき来るとき見たらね、周りに何もないんですよ。本当に住宅地の真ん中にあるんで。で、コンビニがね、バイクでちょっと走ったところにありました。で、レストランって全くないです。本当にローカルワルンが何軒かあるぐらいなんですね。そういうことで、僕のようにバイクを持ってるとかね、足を持ってる人はすごい使いやすい、便利でお得なんですけど、ちょっと足がない旅行者には使いづらいかなって感じですね。もしここに泊まったら、もうどっか行くにして全部車をチャーターしなきゃいけない、あるいはバイクをね、どっかでレンタルしてこないとコンビニにも行けないって、そんな感じの場所です。だから日泊2400円で泊まれると思います。ということで、ルームツアーは以上となります。でね、普段でしたら晩ご飯をって言いたいんですけど、さっきも言ったように周りに何にもないんで、もう先ほど食べてきました。ちょっとこちらですね、すぐここに来る途中にですね、ワルンがあったんで、そちらで外バビっていうやつを食べてきました。なんだか美味しかったです。ということで、ルームツアーの方は以上させていただきます。で、今日は、この後一眠りして、また明日この周り周辺の様子とかをね、ご紹介したいと思います。はい、おはようございます。昨日、久しぶりにずっと一晩中雨だったみたいですね。夜からずっと降り始めて、本当に朝何時ぐらいかな、気がついたのが5時か6時ぐらいまでずっと雨が降ってました。あ、今はね、朝の7時ということで、で、最初説明した通り、こちらのホテル朝食がないんでね、今日は朝飯はまたチェックアウトしてどっかで食べてこようと思うんですけど、で、昨日は暗かったんで、あんまりホテルの、ね、お庭とかが紹介できなかったんで、これから簡単にちょっとホテルの中のそういうお庭とかプールを紹介したいと思います。はい、ではこちらがホテルの入り口になります。ホテルといってもあまり大きな看板が出てなくて、ここの門のところにあるところだけですね、看板が。で、こちら入るとすぐ受付っていうかフロントになります。で、こういう形でね、奥にこう椅子が並んでたので、レストランがあるのかなと思ったら、ここはレストランじゃないですよって言われました。で、入ってすぐ左側が、こちらが2階建てのホテル棟になります。お部屋が並んでます。
ホテルのホームページで見ましたらね、お部屋の作りっていうのが僕が今入っているビラ棟とほぼ一緒でした。部屋の広さも50平米ということでね、同じ作りのお部屋が並んでるということです。でその前にはこうやってプールがあります。ただちょっとメンテナンスがしっかりされてないんで、あんまりこのプール泳ぐって感じはなかったです。でこのプールを過ぎまして、こちら、バゼットビラって書いてありますね。こちらが私が今宿泊しているビラになりますので、これからそちらの方に向かっていこうと思います。はい、こちらのホテルなんですけど、こうやって非常に敷地内に草木が多い、自然が多いホテルになってます。それでですね、敷地が非常に細長い形になってまして、そこにビラが並んでいるという形です。はい、ちょっともう見えてきたんですけどね、こちらがビラというかね、まあ、コテージですね、が並んでます。でこのねビラの前がこうやって川が流れてるんでね、結構ちょっといい感じかなという気がします。でウェブサイト見たらね、なんか田んぼビューがって書いてあったんですけど、どうも田んぼビューが見えないんですよね。で多分昔田んぼだったんだけど、開発されちゃって家とか建っちゃったって、そんな感じですね。はい、こちらがあの隣の敷地になるんですけど、こういう感じでね、田んぼだったのかなっていう感じですね、ここが昔は。はい、でこうやってずっとビラというかコテージがずっと並んでます。レビューとか見たらね、このビラもいいんだけど、ちょっと入り口からずっと中に入って大変だっていうこと書いてあったんですけど、まあそれはしょうがないですよね、こういう作りになってますから。こちらが私のお部屋206になるんですけど、まだこの後もうちょっと奥に続いてます。いくつあるのかな、207208、208はね、ちょっとなんかお部屋の作りが違うのかな、208までありました。はい、こんな感じになります。はい、ということでこちらのホテルは残念ながら朝食がついてなかったんで、朝ごはんはまたチェックアウトをした後どっか、割るんで朝ごはん食べてこようかなと思います。ちょっと早いんですけどね、そろそろチェックアウトしようかなと思いますんで、最後にこのホテルの感想をまとめてみたいと思います。もうこちらのホテルね、ご紹介しました通りかなりお部屋が広い、ホテルのサイト見ますとね、今回泊まったビラタイプで50平米あると。で、先ほどちょっとね紹介しましたホテルタイプのお部屋、こちらもですね、同じく50平米あって、そちらもビラと同じようにリビングとかキッチンとがついてるスイートタイプってことなんでね、まあ、お好みでビラタイプがいいのかホテルタイプがいいのか選んでいただければいいんじゃないかなと思います。料金なんですけど、何回も言ってる通り、2400円で泊まれちゃいました。でホテルタイプの方ね、もっと安いみたいなんです。これもちょっと料金しっかり調べてなかったんですけど、ホテルタイプの方がもうちょっと安いってことでね、本当にこんな広い部屋に一泊そういうんな安い値段で泊まれるところでちょっとびっくりしております。でなんで安いかって言いますと、やっぱこの立地条件ですね。どうしても周り人が住宅街で何にもないんでね、ちょっとコンビニ行きたいって言ってもちょっと歩いては行けるような距離でもないですし、遊びに行くにもね、夜遊びするにもちょっと大変だ、また夜もね周りが真っ暗なんでね、ちょっと帰ってくるのも怖いということで、やっぱり立地条件がちょっと悪いからこういう安いお値段になったんじゃないかなと。ですのでね、ちょっと今回も宿泊してる方パッと見ましたら、インドネシアの方が多いみたいですね。あんまり外人さんというのは見かけませんでした。それとお部屋の方でですね、テレビとインターネットの方なんですけど、テレビの方見、きれいに映るんですけど、残念ながらローカルの放送、インドネシアの放送しか入りませんでした。NHK プレミアムとか、アニマックスは残念ながら映りませんでした。でインターネットが、接続して、速度の方を調べたら、はい、こんな感じです。結構出てるでしょ、早いですよね。ですのでね、 LINE、YouTube 全然ストレスなくバンバン使えちゃいました。ひょっとしたらね、ここにパソコン、ノートパソコン持ち込んで仕事できちゃうんじゃないかなと思うようなね、そんな環境です。ですのでね、こちらのホテルはですね、バリのホテルに泊まって、
いろんなところ観光したいな、夜遊びしたいな、街歩きしたいなって方にはちょっと向かないと思います。それよりかちょっともうちょっと長期ですね、長期で滞在してレンタルバイク借りていろんなところに行きたいとか、あるいは場合によってはこちらのバリでねちょっと仕事しようか、ノマド的なことしようかっていう方にはねいいんじゃないかなと思います。ですのでここは1泊2泊よりも長期で滞在して半分活動スペースと活動拠点として、使われるっていうことがいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回も最後まで動画の方ご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったよ、役に立ったよということでしたらグッドボタン、高評価よろしくお願いいたします。それとですね、私こうやってホテルとかレストラン、ワルンの情報を中心にいろいろバリ島情報をアップしておりますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Facebook やっております。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。